ウィーッス、どうもお久しぶりです、ライバドリーです。ちょっと最近いろいろ忙しくて、動画を投稿する暇もなければポケモンをやる暇もなかったんですけど、やっと時間がね取れたんで久しぶりにポケモンバトルのをやっていこうかなと。ちょっと先に選出するか、相手のお名前なんだこれ、 SHOT 兄さん、対戦よろしくお願いします。パーティーがサンダーファイアロー、ランドロス、ルカリオ、スイ君、バンギ、普通にあれかな、ランドロスがステロポイポイしてきて、まあ、ルカリオ、バンギ、アローあたりで積んで抜いてくる感じのパーティーで、他でスイ君とサンダーが入ってる感じになってるのかな。どうしましょうかね。まあ、僕のパーティー見てもらえればわかるんですけど、バキューダとかいうマイナーポケモンが入ってるんですよね。で、ちょっとできればこいつを使っていきたいと。まあでも割と悪くないかな。そう、ルカリオを出してくるかバンギを出してくるかになるんですけど、僕のパーティー見ればルカリオとナットレいるじゃないですか。ルカリオとナットレいて、バンギは出したくないと思うんだよね。だから出すとするんであればルカリオ。だからルカリオ、バンギは切っていいからバクーダー出せる。で、バクーダーを出していく際に弊害となってくるのが、あのランドロスとスイクになるのかな。だからランドロスとスイクに強いボルトロス。だからバクーダボルトロス、プラス1なんか。まあ、とりあえず初手がボルト、ランドロスのステルスロックを牽制するために、で裏にバクーダー、スイッチどうしようかな。これだとスイ君がまだ薄いからまあ無理やり火力を押し付けれる海流、もしくはナットレになるけど、うん、まあ海流かなナットレよりはなんか海流の方が信用できるというか。この選出完全にバンギ舐めてるんで、バンギ来たら負けますねバンギに回れちゃったら全員殺されちゃうからでは SHOT 兄さん、対戦よろしくお願いします。こちら初手ボルトロス、向こうの初手はランドロス。オッケーオッケー。まあ多分タスキのステロ巻きだと思うんですけど、タスキのステロ巻きでしょ。まあ、ここは目覚めるパワーで素直に岩石封じ、はい、オッケーオッケー。で、問題はここからですよね。その向こうのランドロスが爆発してくるか石巻いてくるか。目ざっぱ爆発でこちらのボルトロスを処理したいか、それとも石を巻いておきたいかってとこになるって感じになると思うんだけど、ステロ石巻か。でもボルトの前にルカリオから入れない、誰出すんだバンギいないでしょ。ちょっとやめて、バンギ切ってるんだから、バンギバンギはもういないって決めつけてるんですけど僕。誰だ、いや迷ってるからバンギはないな。来い来い誰かわかんないけど来い。投げ、まあバクーダが入ってる理由についてなんですけど、そのオメガルビーアルファサワイアの新規メガ進化ポケモンずっと前から使いたいって、まあ、僕言ってたんですけど、ファイアロー、これラスイチルカリオかな、てかルカリオだわ、言ってたんですけど、まあいいやそれちょ、相手がもうちょっと時間かけてくると思ってから喋ったら相手ファイアロー出してきたから、なんかタイミングぐちゃぐちゃされちゃったわ。ボルトチェンジでブレイブバード耐えますよ、耐えますよってか絶対耐えるわ。うん、でこれボルトチェンジじゃ落ちない耐えますよっつったけど、ボルトチェンジやべえあーちょっとやばいぞ、大丈夫かこれ。海流出して、いや海流だし神速は打てないしな。まあ、バクーダ出すしかないか。バクーダ出して
そうオメガルビーアルファサファイアの新規メガ進化ポケモンずっと使いたいって言ってたけど、でもそれでもやっぱ僕パーティーからメガ進化じゃなくて間違えて降参しようとした、あるある。パーティーからルカリオは抜きたくなかったんですよね。だからルカリオと相性のいいメガ進化ポケモンなんかいねえかなと思ってずっと探してたら、なんかこのバクーダとかいうポケモンに行き着いたんで、あの今使ってます。でここだけどどうしようかな、技構成こうなってるんですけど、まあ、これ身代わりでいいや、ブレバじゃないの。羽休み打ってもいいや、ブレバだったらブレバ耐えるかな、剣の弱いちょっとそれ本当それ本気、身代わりここヤンキープレイしていいっすか、羽休め、ここ相手羽休め、はい余裕これが神読みですわ、完全に飛ぶ。でラス1ルカリオでバクーダで終わりよ。うん、まあ一番まずいのがスイ君、ちょっとスイ君やめてスイ君だとこっからでもひっくり返される可能性あるから、やっぱルカリオですよね。そりゃメガシンがどっちか出してくるよな。終わりじゃ、これは割と綺麗に、これバクーダが強いっていうよりは完全になんかボルトロスが強かったな。じゃあ次の試合行きましょう。超アモシアさん対戦よろしくお願いします。で相手のパーティーがサンダー、ゲンガー、マンムーガルーラ、マリルリ、ギルガルド。いやルカリオ出したかったけどな、3戦やるなら1戦ぐらい。でもやっぱギルガルドいるとギルガルドでこのルカリオ物理だからサンダーにもそんな強く出れないんで、見るとどう考えてもこれルカリオよりはバクーダ刺していった方が賢いし、バクーダ、バクーダは確定として、でバクーダを出すにおいて、まあ、障害となるポケモンがガルーラ、マンム、マリルリ、ナットレイかな、バクーダ、ナットレイ、バクーダ、ナットレイ、でもバクーダ、ナットレイでもマリルリがバカ力持ってた場合は割とリカバリーが効かなくなっちゃうから、クレッセ、クレッセあーどうしよう、まあ、そもそも相手の初手も初手が分かんないっていう、うん、いいや、ナットレー初手バクーダ裏でラスイチがボルトかクレセリアにしたいですけど、クレッセかな、対戦お願いします。韓国の民さん対戦よろしくお願いします。初手マンムー、初手はどうせマンムーだろあれ違ったゲンガーか、まあいいや、あやめて、ちょっとこれ気合いボールやめて、気合いボールちょっとやだな、気合いボールが怖い、気合いボールが怖い、デンジャー身代わりやめてください。絶対これ気合いのボールあるやん、あやだー、相手のこれゲンガ絶対気合いボールあるじゃん、たま気合いボールシャドーボール、あ強いな、強いな、はたき、次気合いボールだよね次気合いボールだよな、シャドーボール耐えそうだし、まあここは特にデンジャーを打つ理由がないんで、弾ってことははたきで絶対死ぬから、え、シャドウも耐えるでしょ、うん、オッケー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 、はたき、はたきで弾なんでメガだったら耐えるけど、まあ間違いなく落ちる、で裏マンムーメガじゃないゲンガとマンムーだとルカリオが多分きついから、そう考えるとラス1に入ってくるのはギルガルとかサンダーになりそうだけど、そもそもマンムーマンムー釣ってるけどマンムーいいのかな、うん、なんだもう読めねえ、なんだこれは、マンムーいた、マンムーいましたね、色違い、まあここはなんか特に
あれなんで、タネマシンガンかな、つらら。あ、スイッチが何かですよね。なんだろうな、スイッチ。まあ、ここはバクーダじゃなくて、クレセリアから入るしかないんですけど。いや、ギルガルドじゃないと思うんですよね。なんか、ギルガルドだったら、なんだろう、このパーティーのギルガルドって、毒魔法、残飯の毒魔法っぽく見えるから、ナットレイは規定にしに来てたはず。って考えると、まあ、ルカリを止めるためのもう一枚のコマはサンダー。まあ、再起ねでいいか、ここはとりあえず。引っ込める。サンダー。毒やめてほしいな、毒やめてほしいな、本当に毒はね、勘弁。いやー、ここは多分とりあえず種羽休みでしょ。とりあえず羽休みだよね。毒毒押せるか、押せる。バクーダ先輩いける、バクーダ先輩いける、どんなもん対サンダー。ハイパー衣装だけでは完封してる。大地の休み読み、大地の力でもよかったけど、ここは休みしてくるかどうかは怪しいしな。ボルトチェンジ、どんなもんすか。おらこの HP のサンダーなら落とせるんじゃない、強い。やるやんやるやないか。でこれマンムーが、まあ、まだ分かんないんですよね。僕のクレセリアがその月の光積んでないんですよね。だからどうしよう、月の光積んでたら勝ち確だったんだけど、自信だと思うけどな。ここどう考えても僕バクーダ切るでしょ、普通に考えたら。はい、自信。だからトリル、まずトリル貼ってつらら、これ結構バクーダ活躍したな。バクーダ活躍したっていうか、まあ主に対サンダーにだけど、めっちゃ当ててくるんだけど相手のマンム。じゃあ相手のマンムせこすぎだろ、色違いでこの能力ってくれないかな。トリル、サイキネ、多分タスキ、あ、ここまで削ればあれなんだっけ、大地の力でいけるはず。三日月の舞、ピョンピョンピョン。これはトリルバクーダ、トリルバクーダいけるか。バクーダ、かっこいいな、この重戦車みたいなね、すべてをぶち壊してくれそうな。さすがに大地で落ちるはず。マンムーはそんな耐久に自信があるポケモンでもないから。よっしゃ、対戦ありがとうございました。エジソンさん、対戦よろしくお願いします。なんだろう、メタモンレベル30なんだが。メタモン、ボーワンダー、ウルガモス、パルシェン、ライコー、ファイアロー。なんか普通の、なんですか、ライコー、壁かな、なんか普通のその、積み技展開みたいに見えますけど。こちら、どうしましょうかね。どうしよっかな、これ。バクーダ、バクーダ、なんかそろそろルカリを出したいけど、でもルカリを出すには障害が多すぎるな。うん、バクーダだな。
ショテかボルトロス、ボルトバクーダで、ボルトバクーダだと相手の雷光の壁を展開を阻害できないというか、まあ、挑発でやろうと思えばできるけど、でもそれでも不安が残るんで、これできつくなってくるのが、まあ、一番きつくなるのがウルガモスかってなると介入かな。タニさんお願いします。なんで相手メタモンレベル30なんだ。メタモンってあれですよね、レベル30でも HP コピーできないとか、 HP 自体コピーしないからメタモン50まで上げとくべきだと思うけど、ボーマンダー雷光がいたら雷光バックかな。ちょっと喉乾いたんでお茶飲ませてください。ボーマンダー、あ、ボルトチェンジ打ってもあれなんで、もうとりあえずメザッパでいいや。お茶、伊藤園の多いお茶、濃い茶、なんて書いてあるんだろう。茶葉たっぷり、健康化的2倍って書いてある。なんかよくわかんないけど、とりあえずこれを。苦っ苦っ。ライコを、挑発打ったがいいかな。挑発打ったがいいかな。挑発打つか、普通に考えて右側やってるわ。エジソン、あれなんですか、なんかその僕最近ちょっとテレビ見てないんでわかんないんですけど、ちびまる子ちゃんってまだあれなの、オープニングあれなの、なんかエジソンはえらい人、そんなの常識、パッパパラリラピーヒャラピーヒャラみたいな。まだちび、てかちびまる子ちゃんがアニメとしてまだ放映されてるのかどうかすら怪しいっていう。ボーマンダー、なんでボーマンダーに引いたんだろう。まあいいや、こう普通に深く考えず、メザッパでいいかな、引っ込める。はい、で挑発見せたからここ殴ってくると思うんだよね。身代わり張らないと思うんですけど、でボルトロスはできれば削れないんであれば削りたくないから、バクーダに引こう。10万、 OKOKOK で雷光はバクーダに対して何もできないんで、相手としてはここ引かざるを得ない。まあこっちとしては身代わり安定かな、とりあえず。絶対引くと思うんだけど、引っ込める。てか雷光残飯なんだ、普通に壁かと思ってたけど、メタモンレベル30メタモン来たんですけど、はい、何すんだろう。身代わり、ここボーマンダ引いてきそうだけどな技構成僕の見たら、ここどう考えてもここ僕第一しか打たないじゃないですか。なんでマンダ来そうだけど、マンダ読みドヤメザコーリ打ちたいけど、そんななんかリスク、あ、まあそうだよね。それでマンダ出して身代わり壊して、もう一回メタモンでコピーるのが賢い選択だよね。メザッパで自信。メザッパはこちらもちろん氷なんで、まあ、ボーマンダぐらいはね劣らせる調整してますよ、さすがに。マンダぐらいはメザ氷で確位置取れる調整してるんで、はい、撃破。メタモン、どうやんのが賢いんだこれは。これレベル30メタモンに負けたとかだったら、また晒し上げられて、なんか祭りにされちゃうからな。今気づいたんですけど、メガバクータのここの M って感じめっちゃかっこよくないですか。ここのここのおでこのこのなんか M の部分、第一マグマタンを表してるのかな。
マグマ団の M なのかな。ギキリンでいっか。対戦ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました、見てくださって。で、今回は特に話すことないんですけど、私先日ニコニコ党会議に行ってきまして、まあ行った人とか何ですか、その配信されてた様子とか見た人はわかると思うんですけど、あそこに行ったら、あそこニコニコ党会議にゲストとして参加してたポケモンの実況者さんと戦うっていう企画がありまして、僕参加して戦ってきたんですよ。で、僕林さんと戦ったんですけど、その時のあれが戦闘のあれがあるんで、ちょっとそれを最後に貼っつけて終わりにしようかなと。で、ちなみにこれ、まあ、映像はあるんですけど、いろいろあってちょっとニセトロで撮れなかったから、直撮りカメラでの直撮りになってて、画質がちょっと荒くなってるけど、まあ、そこら辺は多めに見てもらえるなと、普通に見れるレベルの画質だと思うんで。ではどうぞ。まあ、負けたんすけど、ちょっと言い訳させてもらっていいかな。言い訳あれは、まあ、そのボルトじゃなくて、そのゲンガーとマンダだったから、ボルト舐めてるからラス1ランターンって分かってたんですよね。向こう、相手の選手のラス1が。で、実際に後で聞いてみてもランターンだったらしくて、最後にゲンガーとルカリオが対面したじゃないですか。あれ、その道連れ打ってくるか、高画勢打ってくるかでめっちゃ迷ってて、なんか僕のパーティー的にルカリオがメガ進化するのは分かってるから高画勢から入ってくるだろうなと思って、まあ剣の前じゃなくてアイアンテール押したんだけど、まあ向こう道連れしてきて僕アイアンテール打ったじゃないですか。あの時めっちゃ言ってたから、発生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 ってめっちゃ言ってた。まあ、当てちゃったんで負けたんですけどまあで外してたら僕勝ってたんでね。はい、まあ、実質まあ僕の勝ちってことで、まあ、それぐらいですかね。じゃあ、あと一つだけちょっと面白い。こっちはバトルビールを撮ってたから、ニセトロで録画してる試合があるんですけど、それはちょっと、とある方との対戦なんですけど、まあ、次回動画で機会があれば貼っつけます。それでは、お疲れ様でした。また見ていただければ幸いです。さようなら。